去年小学生を対象にキッズコンサートをやらせていただいたんですけれども、今回は0歳から12歳を対象にということで、やらせていただいて、去年のコンサートとはまた違った雰囲気のコンサートになりまして、赤ちゃんの声がこの曲中に入ったりとか、そういうこともあったんですけれども、すごく自然に聴いてくださっている感じがして、その場の雰囲気を一緒に共有できている感覚があって、すごく楽しい本番でした。前回の北海道でのコンサートの時は一人と、あとピアノの方でという形でやらせていただいたんですけれども、今回は室内楽編成で4人でやらせていただいて、そして曲もクラシックのみならずアニメの曲だったりジブリの曲などもやって、より子どもに興味を持っていただきやすいプログラムになったのではないかなと思います。また前回とは違った形のコンサートをすることができて、ぜひ皆様にも音楽をより好きに、そして親しみやすい存在にしていただけたら嬉しいです。今回会場にお越しくださった方は再度楽しんでいただける、そして、残念ながら会場にお越しになれなかった方々も、ぜひこの動画を、見ていただいて、楽しんでいただけたらなと思います。それではどうぞお聞きください。
ー。